楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日は最初から大丈夫ね。今日は最初からいきます。今日最初からいきます。もうなくなっちゃうんです。ありがとうございます。お願いします。あ、危ない。もうこれでなくなっちゃいます。あれ、明日晴れるか？明日晴れるか？洗濯か？ごめんなさい、行儀悪くてごめんなさいね。あたす。ああ、最高です、最高です。最高です。で、本日のこちらでございます。落ち着け。はい、行きますよ。乾杯、乾杯、乾杯です。使ってます。絶好調です。はい、魚肉ソース、いいかな。いいかな、もう。いっか、いいね、いいよいいよ。あざす。あ、おいしい。うん？あ、トマトいい。うん？ああ、このトマトいい。このトマトいい。最高よ。文句なしトマトよ。この。ああ、おいしい。なんだ、また急に来たよ。急に来ちゃった。なんでだろう。なんでこれが来た。悲しい時には街の外れで。キャベツ。電信柱の明かり見てた。7つかな。僕には。不思議だった涙こらえて見上げたらだよね。虹のだよね。かけらがキラキラ光るだよね。瞬きするたびに形を変えて。懐かしいな。なんで急にこれ出てきた？僕はどうして大人になるんだろう。僕はいつも大人になるんだろう。何の歌だ？何の歌だ？なんかで使われた。僕はカセットよ。僕はカセット。でも拓郎とかもいいって言ってたもんな、同級生ね。年あるか。拓郎もいいよなって言ったのはあれはアリスか。その二人の名前も懐かしいわ。久しぶりに思い出したわ。転校してたもんだから縁が遠くなってしまって。年あるか？拓郎か？懐かしいやおい。武田鉄矢さんのこの曲はじゃあ何の曲だったんだ？思い出せない。本当にいいです。おいしい。変わりなくおいしい。変わりなくおいしいよ。文句なしですよ。みんなは今ご大丈夫かな、何してるかなですよ。学校の先生になってるかな。銀行員とか。その可能性あるな。予想よ、想像よ。本当に想像。なんか皮をなめして何回やる職人さんとか左官屋さんとか、そっち系に進んでるイメージはないな、あの二人は。分かんないでしょ、全然わかんないけど、そっちのなんか親方やってますみたいなイメージない。うん、料理人、パティシエ、こうもイメージない。うん、それもないな。多分よ。多分ですよ。営業マン。何かしらの営業マン。いや。エンジニア系もあるか。それもあるな。拓郎とトシャの話よ。どうしたか知らないですけど。まあ聞けばわかるだろうな。誰かしら繋がってるだろう。誰かしら繋がっているはずだ。中学の時だけやった。僕は一緒だったの。このドレッシングも非常に美味しいですよ。そうそう、だからあんま分からんちゅう。そうなんだよな。ドレッシングっていいね。ドレッシングっていいね。ダメだわ。これ見てコメント読んだりとかしないと、どんどんみんなが知らない中学校時代のこととか同級生のことばっか思い出して、何も分からんって話になっちゃうから、こっちに逃げよう。逃げましょうね。いもにゃんさん、どうでもなし。ダイヤオムライス卵4イエイイエイイエイのやつだ。なんちゅうタイトルつけてんの。イエイ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 か。いもにゃんさん、どうでもなし。美味しそうですね。ああ、どうぞ、こちらです。バナナくん、この弁当食べてみたい。特盛祝い生姜焼きもうないんですよ、残念ながら。残念ながらもうないんです。僕も食べたいです。こんな弁当、いい弁当。僕も食べたい。あれも稲荷も上州稲荷も見て、また半夏で同じとこ見て。柏木さん、木島さん、しばらく見てないうちにまた顔や体型戻ったんじゃないですか。うん、そう。でもこの動画いつなわけなの。この動画の時はそうでもなかった時だと思う。食事療法だけで痩せると筋肉が落ちて痩せるから代謝悪くなるんですよ。そうそう、そうですよね。なるべく丼とか皿一つものだけじゃなく、ご飯とおかず汁物を分けて食べましょう。おっしゃる通り。だんだんそのうちダイエットしても脂肪が落ちにくくなるってなるでしょうねか。おっしゃる通り。うん、そう思います。僕もそう思う。まあただこれがいつのか分かんないから、この時はまだマシだったんじゃない。今だいぶねあれだと思いますけど、長い目で見てください。長い目で。2021年3月にお話しして公表というか宣言して、うん、始めたあの流れでね、また2023年3月にね、どうなってるか、2025年どうなってるか、それぐらいのね長いスパンで、見ていただけたらなと思います。もう関係ねえよと。また元のね130キロ、実際マックス133キロでしたから、それになっても関係ねえよとか、そういうことじゃないですからね。そういうことじゃないですから。まあ最後デザートです。どうしても食べるとね体温が上がるもんだから、そうなんだよ。マリくん、マリくんさん、とうとうなし、うわーわーって可愛いね。オムライス動画にコメントだし、グミちゃんじいさん、大成功だね、満足したなら OK、作ってる動画楽しみにしてます。とうとうなし大オムライスの動画。GTO てっぺいさん、もしかして木島先生の胃袋はブラックホール並みなんですか。日頃からすごい食欲ですね。絶好調です。とうとうなし。ありがとうございます。本当に結構だね。でも食べられなくなりましたよ。俺も情けないっていうか、しょうがないよね。年取るってのはこういうことなんだよな。だから食べる量はもう本当に減った。びっくりするぐらい減りました。中学生の頃の僕が今の僕を見たらどう思うと、そんだけしか食べないのかと、お前はアリンコかと、ね、岸野春樹お前はアリンコかと言われちゃうな。ねえ、もう身長同じですからね、中学生の頃の僕って言ったら。で、体重は今よりも重くてっていうか、まあ、筋肉量がもう半端じゃなくてぶん流れてんな。なんでこんな話なんだろうな。ずる休みさん、どうぞなし。木島さんは料理上手ですね。いや、もう全然。かなり贅沢な卵の贅沢でした。大満足の顔が素敵だ。どうぞなし、素敵だなんてどうぞなし。野菜も忘れず、どうぞなし。ああ、出す。チャンツーさん、木島さん、こんにちは、こんばんは。オムライス美味しそうだ。どうぞなし、美味しかったです。工夫されて作っていて美味しそう。なんだっけ、これ、工夫？あ、そうだ。あ、そうだ。このオムライスそうだ。工夫したやつだ。ちょっとだけ工夫したやつだ。そうだ。オムライスは人気ある。オムライスは人気だ。島本さん、野菜を摂取するとは関心関心、あんまり褒められるが、ありがとうございます。ありがとうございます。褒められるな。野菜食べたら褒められるから。あれ、動かなくなったぞ。あ、動いた。ちょっとしか動かん。あ、どうしたおい。どうした。どこまで行ったの。あい、来たか、これだな。あの時のファンチって見た。卵1パックじゃないと足りないはずだよ。そうでしょ木島さん。いや、4個で十分足りました。適量でございました。出す。ヨッシーさん、読んだっけ、覚えてないから読むか。究極のメニューのご紹介です。大キジマライス閉じ、マヨネーズ4、魚肉ソーセージ3、トマト2、納豆1、豆腐1、メガネ1。あら、作り方は超簡単。キャベツを敷いたお皿に業務スーパーで買ってきたものをのせるだけ。簡単、お手軽、ぜひお試しください。カメラ隠しての忘れて、今カメラ向いてお試しくださいって言っちゃった。なんか動きが悪いのよね、これ。どうしたの本当に。今日は読むなってことか、そういうことなのかな。ああ、そうなのか、そういうことなのか。僕の行くところへついておいでよ。夜空には何星が光る。ちょっと待って、動かんからさ。だからちょっと今歌ってみた。約束しよう。動いたか？やっぱダメだな。あ、いた。おい、どうしたおい。おい。一回。了解。はい、岩永さん。開けちまったボトルを枕に瞳を閉じればったか。なんだこれ。今夜はお前とベビー。あ、これか。今夜はお前とベイビー、開けちまったかボトルを枕に瞳を閉じればたかってなんだこれ。思い出だけが懐かしいね本当に。茶葉のさん、いつも綺麗にオムライス作りはりますな。大百科だけ。いや、綺麗じゃないけどね。どうでかなし。ジンさん、大盛りご飯おかわり最高です。海苔も大きくてパリッとしてますね。今後ステーキリベラでチャレンジしてみてください。あ、ステーキリベラ久しぶりに行きたいっすね。家系ラーメン濃いめ多め、大ライスおかわり無限ニンニク。絆屋行った時だ。あ、久しぶりに行きたいね。絆屋もね、美味しかったね。タラタヤ天田さん、かっこいい。とってもらしい。特盛2倍衝撃ありがとうございます。仁さん、あれ、仁さん読んだね。そら豆太郎さん、作ってる動画よりも腹をワークいく動画を人って大丈夫なのかな、ハローワーク行く動画。まあそんな気もないですけどね、今のところは。うん、ないな、今のところはないな。青色ひらっちさん、さすがミスター健康、どうでなしあ出す。オムライスの動画にコメント。花毛ふさわさん、どうでなし。オムライスこだわるより練習こだわってください。編集ね、この編集問題ですよ、本当に。始めた当初っていうか、やってる間何回もね、ぶち当たったというか、考えるというかいう機会はありましたよ。編集についても中身についても YouTube でね、稼ぐんだという方向で、動画クリエイター的なじゃないけどさ、 YouTuber としての活動をしていくんだというふうにしていくべきなのか、はたまたね、このままのスタイルでね行くべきなのか、どうなのかと、どっちで行く、まあ、お金だけのこと考えたらですよね、ああいうふうにこの流れ来てるからこういうふうにして、あの流れ来てるからああいうふうにして、こっちのアプリからのこういう非常に条件のいいお誘い、こっちのアプリからのこういう好条件のお誘い、それにね、 ありがとうございますというふうにしてお金を儲けるっていうふうに言った方が良かったのかと考えるポイントは何回もありましたよ。こらえたな、こらえたけど、お金のこと考えたらもうそれはもう大失敗ですよ。お金のだけのこと考えたらもうそれは大失敗よね。何でもやっててまたこれしかできないのかって皆さんにも怒られるし、一体何がしたいんだというふうにおっしゃる方もたくさんいらっしゃる。もうそれもだって正論というか当たり前だと思うよ。ね、ああいうふうにこっちの流れにしておけばもっとお金稼げただろうとか、登録者数も増えただろう、再生回数も増えただろうと、それはおっしゃる通りだと思う。だそっちの方向から見たら、その角度から見たら大失敗なんだろうな。でもまあ自分で選んだ道ですからね。いや、これでいやこらえるぞと、ね、我慢しろと。お金のことだけ考えるじゃないと。お金は大事だ。欲しい。お金欲しい。お金欲しい。ああ、よだれ垂れちゃうよ。お金欲しい。よだれ垂れちゃう。ああ、どうしようどうしようどうしよう。ああ、これやろうっつってやってきたわけだからね。そういうことなんだな。まあできないしね、やろうと思ってもその上手な編集なんかできないけど。そういうことだな。おりこさん。ああ、どうぞなし。次回、新作の定義とは、神動画待ってます。そうだね。どうぞなし。ハーデスハーデスさん、春樹感激、秀樹感激ってやつだな。そうですね。交差点で100円拾ったよ。今すぐこれ交番届けよう。いつだって俺は正直さ。近所でも評判さ。リンリンランランソーセージ、はいはいハムじゃないなんてことはってしまったな。最初真似しようかなと思ったけど、もうしばらく聞いてないから真似どんな感じだったか思い出せなくなっちゃって、真似できなくて諦めちゃったね今ね。へいへい、日本人知っているささん、最初真似しようと思ったけど途中で諦めちゃったな。これは良くないな、今のはな。今のは良くないな。穂高さん、余談ですが、ウェイパーの海鮮味というのを購入したんです。青いやつですが。あ、木島も買いました。持ってますよ。魚釣りの餌みたいな感じなんで。わかる。なんとなくわかる。なんとなくわかりますよ、穂高さん。木島さんに使い方を研究してほしい。研究、普通に使ったけどな。野菜炒めみたいなやつ。イカとか入れるやつも使ったかな。もう美味しいは美味しいですよね。確かに見た目というか、感触というか、その餌みたいなの分かります。小高さん。コメント通ったからし、感覚分かる。TK さん。オムライスの卵を開いたら、半熟具合の中身がとろっと広がるやつを作ってくる。ああ、いいですね、いいですね。やろうか。やりましょうか。それもやりましょうか。ああ。でもフライパンのね、僕の技術もないし、フライパンの角度、フライパンの角度ではちょっと難しいっていうのもあるんだな。技術の問題もありますよ。もちろん一番はそれですけどね。技術の問題なんだけど。こうね、こう、なんつうんだろうな。角度よ。こう、せり上がりすぎてるわけよ。そういうふうなことで考えると、トン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 するとしたらよ。まあ、できないことないけどね。まあ、やりましょうか。でも作ってすぐ食べるあれじゃないからまた難しい。あ、やってみようね。でもねやってみましょうね。田中さん読んでないか。友達の誕生日プレゼントに木島さんの写真がプリントしたシャツをプレゼントしたいと思ってるんですが、喜んでくれると思います。喜んでくれると思いますよね。えプレゼントもらっていらねえやっていう人ってなかなかいないでしょう。まして大人でしょうからね。それがねもうちびっ子とかだったらこんなのいらないとかも僕も思い出すことありますよ。本当にあの時なんであんなこと言っちゃったんだろうってちびっ子の頃のね思い出すたんびに泣きたくない。泣きそうになっちゃう。アンマーが買ってくれたクリスマスプレゼントよ。弟の分と僕の分。こんなのいらねえよっつって、もう中小学生の低学年だったなあれな。そうまだ生小の近くの家に暮らした頃だから、こんなのいらねえよっつってさ、せっかく選んで買ってくれたのに、あれもいまだに悔やむよ。本当に。なんであんなこと言っちゃったんだろうっつって。その後すぐ気づいたけどね、何時間か後にそう思ったけどさ、もうそれは子供だから、はあ、あれは良くなかったな。本当に良くなかった。まあ変なのだったよ。そのアンマーのセンスを今でもどうしてそれ選んだって今だに思うけど、でもそんなこと言わなくていい。だから飛行機がね、白と青の飛行機なんだけどね、ひっくり返ってもくるっと回って進むみたいなおもちゃなわけよ。あれなあ、わっけわからんの選んできたな。アンマーもな、すげえセンスしてるよ。いやでもあの言い方ひどかった。反省してます。今ももう泣きそう。今も泣きそうです。だからそう田中さん、だから大丈夫だと思う。ぜひよろしくお願いします。また新作もねたくさん出てますんで、今からまた1デザイン2デザイン足しましょうか。今日もねよろしくお願いします。清水さん呼んでないんじゃないかな。オムライス食べたくなりました。作ってる動画も楽しみにしております。ぜひよろしくお願いします。ととい話ありがとうございます。那須さん、オムライスいいな、食べたくなってきた。そうよね、ほんと人が食べてるの見るとね食べたくなってくんだよな。なんでもそうよ。なんでもそう。フィエルマンさん読んだっけ。読んだっけ、覚えてない。読むからご注意ください。初めて作るオムライスと言いながら、実際はいつものご飯にいつもの天才味付け卵焼きを平らにしてケチャップかけただけです。お気をつけください。まあまあ、あでもこの時はちょっと違ったんだけどね。キツネのアイコンさん読んでないよね。オムライス、ああオムライス食べたいな。そうです、賛成です。コウジさん、うまそう。どうぞよし。あだす。リズム猫さん、そろそろ飯で食ってよ。白身フライになってる。これ魚抜けちゃってる。これ白身フライ4、天才味付け卵焼き、魚肉ソーセージ3の動画にコメントとかなし。夜食べるやつはねなるだけですよ。なるべくですよ。絶対じゃなくて炭水化物をねこう差し込まないようにしておるだけですよ。日中朝とかね、まあでも朝は魚肉ソーセージだけとかプロテインだけとかが多いな。もういいやってなって、もういっか今日はっつって魚肉ソーセージが出るんで、もうかじるのも今日はいいって時はもうプロテインだけ飲んでって感じ。プロテイン毎日飲んでるとかそういうのじゃなくて、魚肉ソーセージ大体魚肉ソーセージでも魚肉ソーセージもあれなちょっとけばプロテインだけ飲んで済ますみたいな、そんな感じが多い。でも昼はもう結構ちゃんと食べる時が多いな。で夜はもう米とかパンとかなるべくあんまり食べないようにしてる感じです。そういうこと。パーボーニ03103、パルキのポロリもあるよ。いや何の話か分からんけどポロリはない。新マクドナルドパワーアップチキンタッタ、チキンタッタッタのやつ。ああチキンタッタッタのチキンタッタがパンポンパンポン抜けていくやつ。それのポロリの話か。僕のポロリはないよ。僕のポロリはないですよ。リチャードさんかなこれは。春樹、あなたの人生はなんて素敵なのでしょうか。本当に男として憧れます。これどれだ。エコー冬キリン玉尾駅酔っ払いの動画。うわこれ何年前でしょうかね。もう8年ぐらい前なのかもしれない。どうぞよろしくお願いします。もももさん、麺類は汁が命でしょ。私は麺類の汁は全て飲み干しますよ。家族の分も飲みます。さすがです。家族の分も飲みますはいいね。さすがです。いや麺類汁命説僕も大賛成です。本当そう思います。 TK さん読んだっけ。いいぞ春樹、油をたっぷり使ってこそミスター油だるまの真骨頂だってことやなし。白身魚のフライの動画。ジェットスプリント愛好家さん、最悪だ深夜に見てしまったってことやなしゃです。特盛り2倍小駅の弁当の動画ですね。ジンさん、店の店員さんとてもいい対応ですね。きっとお客様を大切にするところなんでしょうね。ラーメンライス仲間との会食見応えありました。とても幸せです。2代目ぶどう家。ああ中野か、いいな、行きたいな。この時誰と食べてんな。このぶっていう腕はこれを井上さんか大園さんだろうな。うわ懐かしいな、お会いしたいですね。それにこの頃はまだね、普通におしゃべりしながら動画撮ってても何も言われない時代でしたから。今はもう僕も探り探りやってはいるけどね、有名人や芸能人、有名 YouTuber の方は喋りながらやっても怒られない。僕なんかでも道路でね、今から行ってきますごちそうさまでしたのやつをマスクを外してねやるだけでも怒られちゃう。店の中で喋ったらもうクレームのコメントで、そういう時代ですからなかなか難しい。まあ探り探りそれは始めてはいますけどね、お店の中で声出すのも。こんな自由な感じに、ね、なればいいなと思ったりもしますよ。本当にそう思う。それだよね。仁さんどうぞなし。よしさん、木島さんは白身フライを日本一美味しそうに食べる人に認定させてください。どうぞなし。もうありがとうございます。ね、日本白身魚のフライ協会にね、ぜひね、推薦してくださいよ。木島はいいぞと。よろしくお願いします。としあきさん、私も好き。マクドナルドのチキンタッタッターのところに届けない。ああ、出す。ホッケちゃんさん、いい名前だね。深夜に見るんじゃなかった。特盛り2倍、とどかなし。ひまじんさん、なんかかわいい。特盛り2倍、とどかなし。ありがとうございます。アンナさん、こんなに食うデブは、たっさんと満腹。サンデルと木島だけ、はい。とどかなし。ありがとうございます。うわ。うんだがりまくり。やった、広島勝ったぞ。広島勝ったぞ。今来たよ。今来ました。通知が来ました。ありがとうございます。ということで。皆さん、いつもいつも本当にありがとうございます。温度上がってきましたんで画面暗くなってるかもしれない。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと。